人間の目の断面図神経の経路視神経は十二体ある脳神経の一つであり、大通脳神経とも呼ばれ、視覚を司る。前頭部に位置しており、急神経とともに脳幹から分岐しておらず、眼脳に由来する中枢神経系の一部とみなされているが、歴史的に末梢神経に含めて考えられている。視神経は主に網膜から第一次視覚中枢まで。 伸びる、神経繊維からなる。網膜の神経節細胞から起こり、そこから伸びる軸索は死中数に情報を伝達する、肝脳の支障の一部である、外側質状態と、中脳にある上、丘まで続く。視神経は視神経管を通り眼下から抜け出す。その後、後内側に走り、視交差を作り、反抗差を行う。外側質状態から四方線の神経繊維は、 後頭葉の視中数へと向かう。より詳細には、反対側上部の視界からの情報を伝える。視神経は、マイヤーループを横断し、後頭葉において鳥巨孔の下にある、絶上階で終端に達する。一方、反対側下部の視界からの情報を伝える。視神経はより上で終端に達する。視神経は、約100万の神経繊維を持つ。この数は網膜にある。 1> 約1億3000万の受容体に比べ少なく、これは案に、情報が視神経を通り脳へと行くまでに、網膜内で十分な全処理が行われていることを示している。網膜表面で視神経が目から出るところは、光受容体がないため、盲点となる。視神経の損傷は、一般に、動向異常や視野狭作、失明を引き起こす。狭では、どの視神経の どの部位に損傷を受けたかにより、見えなくなる部位が異なる。ありがとうございます。